んな元気みたいだね。行きましょう。元の今ならどんな敵にだって負ける気しないね。やはりまずは一つ。そうね。はい、もこれだけ歴史でもそこ、うわ、どうなの。それについては以前にもお話ししたと思いますが、仮に一部の歴史が失だから大丈夫。もちろんこうしている愛ですが、いつまでもそんな顔してないし、取り繕ってるで。あっそ、そしたら困っかな。それじゃあそっからいいから。でそれってもし消してるやつがそいつやつだからさ。まあもし本当にいたらわかりやすいよ。あ、やること果たして。それだ、はやっつければいいんだよ。やっつければっているんだよ、歴史を食ったやつが。歴史を、うん、私ったらなんでこんなことまで忘れ。探すよ。待ってなんかいられないよ。これ以上食っ、一回落ち。何そ、いる。歴史を食ったやつはいます。だからす、いや、ごめん。で、セガミ、どうして断言できるのよ。だって知ってるもん。どうして知ってるのよ。わからないけど、知ってるんだよ。うん、何その目は。ほらまだいいわ。え、そいつをさ、疑ってないとは言わないけど 100% 信じてるわけじゃない。やっぱり。でも 100% 信じ、どっちなの。やれることはやっといた方がいいでしょ。う、屋内で乗るわけないでしょ。どこかは目、うん、いるとしたら多分。やっぱり。うう、何これ。少なくとも前はこうではなかったわね。うん、この奥にいるんだよ。うう、ちょ、急に止まんないで。ハザードつけっぱ。大丈夫大丈夫じゃなくて、
あそこ、なんかいるよ。え？間違いない。歴史を食らうものだよ。そういう名前で決定なの？名付け親は瀬神？違うよ。昔から。遥か昔から。そうだよ。だって私は、無理に思い出そうと。言われなくても。でかい。しゃべん。軽口叩いてる余裕。こいつを、うん、こいつを、ないよ。確認しただけ。今度こそ。ふざけちゃダメなとこだね。わかってるって。この姿を見たからには。これを使っ、よーし、やるよ。よーし、こうなったら時代が求める力、思い知らせてあげる。どこ見てるの？これでどう？俺が全部終わらせる。見せてやるぜ、俺の本気。